5000万ずつ1人ですか。合計1億らしい。しかも現金払いと。何束もらえるんだろうね。何束、ね、5000万って。やばそう。あ、川口湖、山中湖、聞いたことあるやつか。ナビタイムさん、こんばんは。じゃあ、返して。返してもらいにおいで。ベルタがアイドルさんと通じる。めちゃめちゃ通じるよ、うち。めちゃめちゃエペックスやっとるけんね。いのりん、やっほー。アイドルさんの物件どうですか？どうですかって言われても。どうもないよね。どうもないかもしれない。助手席に乗せてくれるんってトムが言ってます。一生無理ですね。
一生無理っすね。しかも助手席に乗る側っていう。いやでもアイリーさんの運転なんかかっこいい。さっきも言った車と言ったら俺、あ確かにフルに車のイメージある。見てる人もよ、嬉しい。てか、ね、投票ありがとう、よしさん。レナさん、大型バイク、確かになんかかっこいい服の時バイク乗ってそうな服着てる。いや今日の服装も割とバイク乗ってそう、レナさん。あマジ、ヘルメットつけたらバイク乗れ、ヘルメットつけたらバイク乗れました。やってみようか。捕まっちゃうな。あ、原付も持ってないんですか？ない。ないのか。なんで持ってると思ってなんか、我らは原付から取って組道だから。我らは。我らって何？どこの界隈ですか？いつか仲間だな。我らは。クリーン原付なんだ。すごい。ヘパコさんだったらだよ。セミタンだよ。仕事場の自販機にあるらしいですけど。なんとかに。え？薬局系、皆さん一輪車が似合う。大塚製薬が出してるって聞いて。一輪車持ってた子供の頃。星回収か、使い収。ぜひ回収しててね。みんな星集めてってね。そう、山梨に拉致られてる。セミさん、こんばんざい。ゲッツさん、こんばんざい。捕まらないでよ。ドナルド、確かにちょっとすっごい覗かれとうね、うちドナルドに。しかも、これデイジーちゃんなんよっていう話をさっきもしたけど。実はデイジーちゃん、GTR さんこんばんは。仮面ライダー島田、確かにかっこよくはなりそう。でもレナさんがかっこいい服着てもかわいい服着てももうセンスがありすぎてすごいです。一輪車と、なんだっけ、ローラーブレードかなはあったよ。ポカリとかと一緒の自販機だから、ああ確かポカリも大塚製薬かなんか、なんかそんなイメージあるね。確か製薬系の会社。大塚っぽい、適当。電気お姉さんの札をかけた。レナさんがファイター MV のジュリアさんの衣装。レナ、しかもそれをレナさんが着るのね。ジュリアさんがそれ着てバイク乗るんじゃなくて。ファイターのジュリアさんの衣装のエピソードが好き。スプリマーさんこんばんざい。拉致そう、拉致られてます。アイリーサンカーでーす。島田さんできるよって言ったんじゃない。今日チェキとった。確かに確かに、本当真っ暗だよ。予知しとったんかもしらん、焼き餅。ガチガチさん、こんばんは。ガチマルツーさんですか。こんばんは、こんばんは。昔は2リットルのジャーティーとか売ってたけど、今はもう2リットルですね。マジすごい、ビビるって。ジャワティーって私飲んだことないです、絶対。あの午後の紅茶、あれでもあれ違うか、なんかストレート、はい、どのストレートティーよりも、はい、めっちゃなんかさっぱりしてて美味しい。多分紅茶無理だから無理かもしれない。嘘、ストレートもダメ。はい、なんかそもそもお茶も飲まないんですけど。じゃあダメだ。麦茶系統を塗ったらって感じなんですけど。わかる。でも私も茶飲むだけで。これは飲める、ローラーブレードっていうの、なんていうの、あのシャリーみたいなの、一輪車と、こんばんざいよ、キモちゃん。あと何だ、後ろにチラス、チラチラで皆さんが映っとるんよ。お、デート、デートさん、お茶ありがとう、またね。なんて言うんだろうね。ヤメさん、3人でデートしてます。甘くない、ストレートティー。ストレートティーって甘い？それすら分かんなかった。ジャワティー飲むとって顔になるの。どんな感情それは。それはどんな感情、ジャワティー飲んでその顔は分からんのやが。あとアイちゃんのチェキ取ればエヴァコップできる。アイさんは最後なんかつさんは逆にそこが驚き。じゃあ次来た時撮るしかやね。三角関係かもしれん。ただいま会場まで約酔ってしまうかもしれないけど、一緒に外見とこ。
へ行っていますっていう感じで、車の中です。竹馬って感じです。幼稚園とかにしかなかったから設定は持ってない。あ、むひろさんヤホー星もらいに来ます。レナさんと一緒、それは島田さんと一緒ですね。12時間企画にあったやつ、販売もあって、好きだった。あれレナさんとアイリさんの車に乗ってます。レナさんがいます。これ行くときに限ってアイリさんがなるほどね、タイミングが悪いのね。悪いっていうか合わない、噛み合ってないんだね。次行ったときはおるといいね。私はそんなに嬉しくないから。マジこんばんざい。おはげ、ワスも星もらいに来たんじゃがの、なんか急にめちゃめちゃ年取らんかった。お、明るい。すごい綺麗。都会とまた違く
くていいでしょ。意外と違うんだよね、また。葵ちゃん、有志、ジョー画像よろしく。あ、ジョーの画像は今日は撮れないかもしれない。明日のジョー、僕はあの場所じゃないとできないから、ジョー画像。そう。本当にそう。だから、あれ面白かった。一回、でも撮れない。ほら、すごいでしょ、葵ちゃん。すごい。嬉しいんだけど。見せたいからね。そうそうそう。でも野球とか好きだから。あ、よかった。野球は社畜でできてるよ。でもこれは、あの、家が多いから、ここ。みんな、多分、家と全部段々があると信じて。あのピーマンってなっても、まあ仕方ない。そうそうそう。あのピーマン。島田さんと七瀬さんが連れ去られてるの、そう。そうなんだよ、どうする。ジャワティが美味しい。ミシドあの時生で見た、全然選曲。マジで心臓を吐いた。マジで心臓吐いとったよね、本当に。会話で大体どこにいるか分かってしまう。そうなんだよね、場所バレちゃった。え、初山なしかもしれない。かもしれないは嘘。山側からいる甲府の夜景もなかなか綺麗です。ちなみに東部はね、どこにいるか分かっとくけど、うちはどこにおるか分かったら、マジで分からん。東部はなんかどこにおるか分かるらしいけど、でも今の方が前綺麗だよ。もうほんとだ。え、すごい、なんか地平線って感じでしょ。すごい。久しぶりに見たの。嬉しいわ。すごい。ってことは配信通知来てたから、あ、そう、葵ちゃんも一緒にいるよ。でも葵ちゃんの方が顔は見える。明るい、うん、こっちの方が前なんで。高さんチーム、こんばんは。ヤッホー。5000万要求したら払ってくれる。払ってくれないと島田さんは解放されない。島田さんも葵ちゃんも解放されないけど、どうする。どうする。道を走ってるってことだけは。そう、道を走ってます。だって多分そこら辺、この辺飛ぶの実家なんや。あ、そうそう。多分あの光の中にどっかに実家があるらしい。免許持ってるけどすぐペーパーになって、もし供給されたら払ってね。 MT がマニュアルってことか。マニュアルでオートマウンテンするとか。払ってくれる人、でもなんかマニュアルの方が難しいっていうイメージ。しないけど、現金しか対応しなくて。クレジット不可なんですよね。分割も不可。あ、分割も不可なんだ。一括、そう、分割だよ。いくらですか。5000万ずつですね。うわ、やば。5000万かける2です。すいません。家買う。あ、借金返して。借金なんてもうこれポッチになっちゃう。返してから家買って。家買っていいけど、返してから。なので、ぜひ、助けてくれる方を募集しますので、一応免許ある。ペーパー、でもなんか東京とか住んどったらさ、ペーパーになりそうでしかないよね、正直。そうじゃん。それもある。なんか免許取りたいなとも思ったんですけど、正直東京に住んでる限り絶対車の乗らないし、乗っても半年1回乗るかの頻度だと思うんで、絶対ペーパーになるんだったら運転するような環境行った時に取りに行こうかなみたいな。それこそ福岡にいずれ多分大人になったら帰るんですけど、まあ、断られた。帰った時とか。僕助ける人いるのですいませんなんて。もうライブ出れないかもしれない。ライブ出れません、これから。島田さんがいなくなってもよろしくね、みんな。バレないのこと。今さんに星投げとか。ああ、ありがとう。北海道いた頃からそりゃさ、北海道車ないと死ぬって聞いた。あ、そうですよ。聞いたっていうか、どう見てもそう。北海道の地図見てわかる。電車なさすぎ。そりゃそうなんやけどさ。でも福岡も割と車ある人の方が多い気もするけど、500万だっけ、5000万だっけ、忘れた。福岡市中心部だけとかな気がする。マジ最近記憶力乏しすぎて。福岡帰ったら絶対車乗るっけん。5月くことは絶対免許取る。いつになるか分からんけど、何年後か。
大人になったら絶対福岡帰るけん。今日も見なきゃいけない。レナが立ったってことだと思う。ってことですよね。私見逃してめちゃめちゃ見逃すんですよね。全然コメント読んでるはず。セレナの重鎮だったので魂だけあったかもしらん。うわー、それはセンサーないよ。東京電車、そう、そうなんよ。あ、リナちゃん、やっほー。今日は車の中、仕事上免許で、イノリンの仕事じゃあ今度教えてね。明日も免許ある。そう、免許、福岡行きたい。福岡いいよね。明日って配信できるの？それめっちゃ思いました。確かに。したらやるわ。だけど多分ラジオ。そうっすね。ラジオです。明日はラジオになります。お願いします。東京都心の道はそれのなんかやばそう。どこにすればいいか。ワンちゃん、アリさんの家か。ではなんかで。ありがとう。あの、元気で北海道は一般の向こうで帰れることを祈ってください。怖い。寂しいから東京にいて。バイバイ。寂しいんか。じゃあもうちょっと待っとって。身代金をじゃあよろしくね。欲しく、欲しく身代金払ってくれよね。帰れんらしいけ。5000万だっけ。5000万ずつ、あの、葵ちゃんの分と島田さんの分を払ってくれる方、まあ、あの、現金で一括ということなので、何人か手分けして5000万集めていただいても構いません。あの、お待ちしております。お待ちしてます。だいぶでかい。生だ。今でも大丈夫よ。じゃあちょっと、でもなんか申し訳ないけん、はい、一応 DM で送っといて。割とパクパクと。今日もありがとうございました。おやすみ。バイバーイ。私のとこも車ないと生活できない。福岡は割とどこでも、あ、それはある。でも意外と車あった方が便利、福岡は多分。え、タカさんのコメント読んだよ。免許あると便利ないよね。車の音で聞こえとらんかったかいな。ごめんよ。よいしょ、また明日ね。みなちゃん、こんばんは。山梨に住めばいい。でも福岡、帰るなら福岡だな。豚に合わせて1億、そう、2人合わせて1億。ゲーム解放はされてない。読むことはできるけど、返信とか反応はできん。けどなんかさすがに個人、いや別にツイッターのね、リプでも良いよ、祈り。いや、DM 好きやな。そんなことないよ。反応とかできんけん。なんか個人情報はかわいそうになるけん、ちょっとネットに全部出して。歩く新宿東、あんな広そうなの。100年以上かかっちゃう。それがマジごめんよ、高さんちも。ごめん。どこだろう。これどこだ。え、絶対に反映されてないかも、それは。マジでごめんよ、マジで反映されてない。うちから見たらないわ。え、だってこんばんはの後よね。ごめんよ。北海道、良さそうなのに後でリプする。オッケー。というわけで、ちょっと15分めっちゃ逃したけど、多分っていうか絶対立ってやるので、そのぼち終わりたいと思います。いや、送ってそういうこと。というわけで終わります。明日はちょっといつ配信するか分かんないけど、いつか配信します、ぜひ。というわけで、次のライブは11日です。2本あります。ぜひツイッター覗いてみてね。というわけで、皆さんおやすみ。